ヒ素は原子番号33の元素。元素記号はあず。第15属元素の一つ。最も安定で、金属光沢があるため金属ヒ素とも呼ばれる。灰色ヒ素、ニンニク臭があり透明な牢状の柔らかい。黄色ヒ素、クロリンと同じ構造を持つ、黒色ヒ素と、4ヒ素の4つの同素体が存在する。灰色ヒ素は1気圧下において、摂氏615度で消化する。 ファンデルワールス半径や、電気印制度等様々な点で理に似た、物理科学的性質を示し、それが生物への毒性の由来になっている。中国では、天然の酸酸化にヒ素が、ヒ素と呼ばれていた。アヒ酸を含む秘石は、日本では、古くから、銀の毒、岩見銀山ネズミ鳥などと呼ばれていた。ヨーロッパでは、愚者の毒フールズポワゾンという異名があった。 入手が容易である一方、体内に残留し容易に検出できることから、狡猾な毒殺には用いられないためである。遺産相続のための殺人に利用されることが多かったので、フランス語で、プードルでサクセションという異名があった。基素の元素名は、黄色の顔料を意味するギリシャ語、アーソニコンに由来すると言われている。生物に対する毒性が強いことを利用して、農薬、 木材防腐に使用される。スリー V 属反動体であるヒカガリウムは発光ダイオードや通信用の高速トランジスタなどに用いられている。ヒ素化合物であるサルバル酸は、抗生物質のペニシリンが発見される以前は、梅毒の治療薬であった。中国医学では、硫化ヒ素である硫黄や、メスキはしばしば下毒剤、抗炎症剤として製剤に配合される。 ほとんどの生物にとっては有毒だが、ヒ素を必須元素とする生物も存在する。微生物の中に一般的な酸素ではなく、ヒ素の酸化還元反応を利用して光合成を行っているものも存在する。2010年にはグファジマイナス1という細菌が生体内で使われる核酸等のリンの代わりにヒ素を用いているという発表があったが、 2012年のサイエンス市上での報告によって主張は完全に否定されている。単体ヒ素及びほとんどのヒ素化合物は人体に対して非常に有害である。特に化合物は毒性の強いものが多い。また、単体ヒ素はかつては無毒もしくは弱毒とされていたが、現在ではかなりの猛毒であることが確認されている。ヒ素及びヒ素化合物は 風の歌舞伎館エルクより発言性があると勧告されている。飲み込んだ際の急性症状は消化管の刺激によって吐き気、嘔吐、下痢、激しい腹痛などが見られ、ショック状態から死亡する。多量に摂取すると嘔吐、腹痛、口渇下痢、不腫、充血、着色、核化などの症状を引き起こす。慢性症状は剥離性の皮膚炎や、 角の色素沈着、骨髄障害、抹消精神経炎、横断、腎不全など、慢性皮膚中毒による皮膚病変としては、防炎病が有名である。単体皮膚及び皮素化合物は、毒物及び劇物取締法により、医薬用害毒物に指定されている。日中戦争中、日本軍ではオート製のくしゃみ剤、ジフェニルシアノアルシンが多く保有されていたが、 これはヒ素を含む毒ガスである。一方で、ヒ素化合物は人体内にごく微量が存在しており、生存に必要な微量必須元素であると考えられている。ただしこれは一部の無毒の有機ヒ素化合物の形でのことである。低毒性の、あるいは生体内で無毒化される有機ヒ素化合物には、メチルアルソン酸やジメチルアルシン酸などがあり、下記。 車エビなどの魚介類や、ヒジキなどの海藻類に多く含まれる。さらにエビには、高度に代謝されたアルセノベタインとして、高濃度存在している。人体に必要な量は、ごく少なく自然に摂取されると考えられ、また少量の摂取でも毒性が発現するため、サプリメントとして、積極的に取る必要はない。アヒ酸を含む化石は、日本語では、古くから、銀の毒。 岩見銀山ネズミ鳥などと呼ばれ、殺鼠剤や暗殺に用いられていた。宮崎県の高千穂町の山あい登録では、アヒ山製造が行われていた。この地区の住民に現れた、慢性皮素中毒症は、口害病に認定された。症状としては、暴露後数十年して、皮膚の雨だれ様の色素沈着や白斑、腫瘍、足底の核化、望遠病、 およびそれに続発する皮膚癌、呼吸器系の肺癌、泌尿器系の癌が,がある。発生当時は、皮層を焼く煙が、V 字型の谷に低く垂れ込め、河川や空気を汚染したものと考えられた。上に記した症状は、特に広範な皮膚症状は、環境による慢性皮素中毒を考えるべき重要な症状である。この症状が重要であり、長年月経過すれば、病変、皮膚、 毛髪、爪などには、ヒ素を検出しない。上流に、天然のヒ素化合物交渉がある河川は、ヒ素で汚染されているため、高濃度の場合、流域の水を飲むことは服毒するに等しい、自殺行為である。低濃度であっても蓄積するので、腸菌用は、中毒を発症する。慢性ヒ素中毒は、例えば井戸の汚染などに続発して、単発的に発生することもある。 このような河川は中東など世界に若干存在する。基礎中毒で最も有名なのは台湾の例であり、足の国家、皮膚癌が見られた。汚染が深刻なバングラデシュでは、皮膚症状、呼吸器症状、内臓疾患を持つ患者が増えている。癌で亡くなるケースも報告されている。中華人民共和国の奥地にも見られ、日本の皮膚科医が調査している。 エルク発岩性リスク一覧で、ヒ素及びヒ素化合物は最もリスクが高いグループ1に分類されている。2004年にはイギリス食品企画庁がヒジキに無機ヒ素が多く含まれるため食用にしないよう国民に勧告した。これに対し、日本の厚生労働省はヒジキに含まれるヒ素は極めて微量であるため、一般的な範囲では食用にしても問題はないという見解を出している。 日本の疫学調査では、食物から摂取されるヒ素は、喫煙男性の肺がんのリスクを高めたが、それ以外の人の肺がんリスクは高めなかった。調査対象者についての総ヒ素の平均摂取量は170マイクログラム日と推計され、日本人の総ヒ素平均摂取量の178マイクログラム日とほぼ同じであった。スウェーデン食品局は、 2015年に6歳未満の乳幼児に米や米製品を与えないように勧告しており、大人でも毎日食べるべきではないとしている。土壌汚染対策法において、ヒ素及びその化合物は第二種特定有害物質に定められている。13世紀にアルベルトス・マグヌスにより発見されたとされる。ヒ素は無味無臭かつ無色な毒であるため、 しばしば暗殺の道具として用いられた。ルネサンス時代には、ローマ教皇アレクサンデル6世と、息子チェーザレ・ボルジアは、ヒソ入りのワインによって、次々と性敵を暗殺したとされる。中国でも、天然の酸酸化にヒソが、ヒソの名で、しばしば暗殺の場に登場する。例えば、水古殿で、ハンキンレンが、ブダイロウを殺害するのに使用したのも、ヒソである。古代、 ギリシアや古代ローマ時代から暗殺などに使われていたとされることもある。無機秘素は容易に水素化物として気化する。このため、無機及び全秘素の分析法ではもっぱら共産分解資料に水素化試薬を加え、生成気化したアルシンを原子球工法、誘導結合プラズマ発光法、ICP 質量分析法で測定するか、吸収液で補修子球高度法で測定する。 感度は、ICPMS 法、ICP 法原子急行法、急行度法の順に、高感度である。原子急行法では装置のバーナーヘッド部を加熱セルに、交換するか、バックグラウンド吸収が低いアルゴン、水素塩を用いる。感度、精度ともアルゴン、水素塩よりも加熱セルを採用した方が優れている。有機ヒ素化合物の分析では、未分解の資料を溶媒で抽出後、 HPLC で分離し ICPMS で検出する方法が採用される。全基礎の分析手順は、おおむね次のようなものである。資料を共産分解する。硝酸化塩素酸、硝酸硫酸、硝酸,酸,酸化塩素酸硫酸のような混酸が用いられる。分解液を水素化物発生装置の資料容器に取る。これに塩酸、溶化カリウム、塩化鈴を加え、 しばらく放置する。この操作でヒソをヒソに還元する。さらに水素化試薬を加え、試料容器を密閉する。水素化ヒ素が、基礎に追い出されてくる。ヒ素を、原子急行分析装置に導入する。波長193.7ナノメートルの急行度を、測定する。アルゴン、水素塩で測定する場合は、通常のスロットバーナで可能。 バーナヘッド部を加熱セルに変更した場合は、セル温度を摂取950度に設定する。一昔前は水素化基礎発生装置の操作が面倒であったが、最近はオートサンプラ付きの自動水素化物発生装置が市販されている。主役の濃度や組み合わせを変更すれば、鉛、セレン、アンチモン等の分析にも対応できるなど、とても簡便になっている。 ヒ素鉱石を構成する鉱石鉱物には次のようなものがある。ありがとうございます。